アトランティックシティのボードウォークボードウォークは木の板張りによる遊歩道、木道とも呼ばれる。主に砂浜に設置されるが、他にも湿地、貸し、砂丘など足場の悪いところに設置される。地理的には世界中で見られるが、アメリカ東海岸に有名なものが多い。アトランティックシティのボードウォークは1870年に設置された初期のもので名所になっており、 モノポリーのアトランティック式版にも登場する。神奈川県横浜市の古見谷遺跡からは、低地湿地帯に設けたテラス上の構造物にわたる、ためにつけられたと思われる全長70から80メートルの木道が出土している。このような木道は、埼玉県大宮市のことぶきのデーター遺跡でも発見されている。 小瀬ヶ原の湿原には木道が全長6 5トルにわたって整備されている。小瀬に木道が作られるようになったのは1952年頃で、もともとは湿原のぬかるみを歩きやすくするために設けられたものだが、昭和30年代に湿原への踏み込みが問題となり、木道の役割は植生の保護が主たる目的となった。出原は人に踏まれることにとても弱いので、 木道を敷いて、その上だけ歩くルールになっている。ありがとうございます。